てめえ、何が目的だ。静かにしてろ、人質が。いいか、カレコレア。お前らの仲間預かった。助けたかったら日の出までにここに来い。数時間前。ああ、やっと捕まえられたぜ。たく手間かけさせやがって。あとは依頼人に届けたら依頼完了。なんだ、どこだここ。てか俺縛られて。ようやく目覚めたか。おっと。意中の能力を使おうとしても無駄だぜ。にしても運いいなお前。これ猛獣用のやつだから、普通の人間だったらとっくにあの世に行ってるぜ。不死身でよかったな。俺の能力、不死身のことも知ってる。逃げようとしたらこれをぶち込む。てめえ誰だよ。何が目的だ。お前には大切な仲間がいるよな。そいつらをおびき出す餌になってもらう。こいつは預かった。返してほしければ明日の日の出までに二人だけでこの倉庫に来い。シディ、さあ来るな。こいつの狙いはお前ら。黙ってろ。1時間経過するごとにこいつは俺が痛めつけてやる。それが嫌だったら早く来るんだな。はっ、人質なんてこすいて使う三下り何されても痛くも痒くもねえや。来んなシディさ、俺は大丈夫だ。ちっ、2回もスタンガン当ててやったのに生きりやがって。黙って人質らしくしてろ。一緒にいた犬はお前と違って不死身でもなんでもねえだろ。てめえ、いいか、もう一度言う。日の出までにこいつを助けに来い。来なかったら、そうだな、重りをつけて海にでも沈めるか。さすがのこいつでもやばいよな。なあカレコレア、助けたいだろ。早く来い。日の出の時間にセットしてある。ざっと8時間後ってところか。早くお仲間が助けに来てくれるといいな。なんでここまでしてヒサとシディを狙う。あいつらに何の恨みがあんだよ。さあな、お前には関係ねえよ。残り6時間。よし、2回目の拷問終了したし、飯でも食うか。クソが、これ見よがしに食いやがって。あ、うっせえぞ、静かにしろ。チッ、ぜって言ってんだろ、くそ犬。めんどくせえな。二度と泣けねえようにされてえのか。うるせえのはお前だろ。黙って飯も食えねえのか。ああ、キャンキャン吠えやがって。お前の方が犬みてえだな。調子乗ってんじゃねえぞガキが。残り4時間。残り4時間。監禁場所も教えたのにお前の仲間は全然助けに来る気配がねえな。来るのが遅くなれば遅くなるほどお前が痛い目見んのは分かってんのに。来るなって言ったんだから来ねえに決まってんだろ。嘘つくなよ。そう言ってもお前の仲間は来ちまうタイプだと思ってるくせによ。でも全然来ないな。どうしたんだろうな。事故でもあったのかな。ヒサとシディに何かしたのか。バーカ、ここから動いてねえのにできるわけねえだろ。あいつらが来ねえのはな、お前が普通に助けに来てもらえてねえだけだよ。あー、悪い悪い。あいつらがお前ごときに何かされるわけなかったわ。ああ、だってそうだろ。だったら最初から俺を人質にするなんてダッセー真似しねえもんな。てめえ強がってんじゃねえぞ。ここまで来るのに何の障害もないのにお前の仲間は来ない。見捨てられたんだよ。お前に来るなって言われた通りな。聞き分けのいいお仲間でよかったな。だがまあ約束の日の出までにはまだ時間がある。せいぜいゆっくりしてろ。どうせ見捨てられて来ないんだろうけどな。見捨てられて来ない。残り2時間。残り2時間か。唯一の出入り口には南京錠。鍵はあいつが持ってる。このままヒサとシディが来なかったら海に沈めるとか言ってたな。下手に脱出しようとするよりその時を狙った方がいいか。に
してもやりたい放題やりやがって、再生したそばから新しい傷が出来上がる。なんでお前外に出てんだよ。あん時にケージの扉が壊れたのか。静かにしろバカ。見つかったら何されるかわかんねえぞ。早くケージに戻っとけ。悪かったよ、巻き込んで。この犬だけはなんとか逃がさねえとな。残り30分。マジでお前の仲間現れる気配がないな。これで決まりだ。あの二人はお前のことを仲間だと思ってなかったようだ。嬉しいだろう。お前の望み通りあいつらは来ない。かわいそうだから、せめてあの犬もお前と一緒に沈めてやるよ。吐き気がすんな。ああ、お前のそのくせえ芝居のせいでな、俺を精神的に追い詰めようったって無駄なんだよ。強がってんじゃねえよ。仲間にも見捨てられたクズが。そうだな、俺はクズだよ。けどあいつらは違う。あいつらは仲間を見捨てるようなクズじゃねえ。お前が恨んでんのはヒサとシリーじゃなくて俺だろ。違う、俺はお前を人質にしてあいつらを。ならなんであの時笑った。どうせ見捨てられてこないんだろうけどな。本当に二人が狙いだとしたら、俺が見捨てられたら困るはずだ。なのにお前は全くそんな素振りは見せなかった。最初に動画を撮ったのもフェイクだ。あいつらには送ってねえんだろ。全部俺の心を折るためのくだらねえ茶番だ。くそ、てめえのそういうところが気に入らねえんだよ。あの時もそうだった。命がかかってんのに冷静なふりして車に構えやがって。あの時、いいぜ教えてやる。この顔を見てお前が俺にした仕打ちを思い出せ。お前、前に多数決で一人ずつ消されてくクソゲームに巻き込まれた時の。そうだよ、てめえらが警察に通報したせいで俺までしょっぴかれた。今までやってきたこと全部バレて人生のどん底だ。俺はただ巻き込まれただけなのに、お前のせいで。あ、全部自業自得だろうが。うるせえ。二度と悪事ができねえようにウイルスに感染させたとかいうお前のくだらねえハッタリでビビらせられたのも気に食わねえ。あれがなけりゃ警察の取り調べなんかとっととトンズラこけたのに。全部てめえが余計な真似したせいだ。これは復讐なんだよ。最初からそういやいいのに、回りくどい真似しやがって。何？やってみろよ。俺に恨みがあるなら好きなだけ殴れ。俺は不死身だからな。全力で来いよ。舐めやがって。おら、今だ、逃げろ。刑事が、てめえ助けよ。勘違いすんな、邪魔だから追い払っただけだ。誰も来ねえよ。二人きりで楽しもうぜ。どうした、俺のこういうところが気に入らねえんじゃなかったか。いいぜ、やってやるよ。覚悟しろ。んだよ、これで終わりか。俺に復讐するんだろ。だったら最後までちゃんとやれ。うるせえ、お前に言われなくたって分かってんだよ。ほら来いよ。その程度でお前の恨みは晴れんのかよ。安い復讐心だな。くそ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 、なんだよこれ、なんなんだよこれ。まったく気分よくなんねえじゃねえか。あ、もうやめだ。いくら殴ってもお前の傷ついた面見ても何も変わんねえ。何やったってお前が憎いのは変わらねえんだよ。そうかよ、もういい。俺はもう疲れた。シディ、影昨日から全然連絡つかないんだけど、絶対どっかでサボってるよ。犬探しの依頼だったか。
まあそうかもしれないな。あーやっぱ私かシディが一緒に行けばよかった。大丈夫だろう、影千代なら。いつものことながら言ってることがむちゃくちゃじゃな、お前は。そうか、影千代はサボるかもしれんが、俺たちに迷惑をかけることはないだろう。連絡がないのは無事な証拠だ。復讐を果たしたくせに、なんであんな顔すんだよ。くそ、お前なんで逃げてねえんだよ。こんなクズといてもろくなことねえぞ。してね。ねえ、これ恥ずかしい。